宮下選手です。トヨタ車対戦フルセットになりました。振り返ってみてどうでしょうか。 1,2 セット目すごいうちのいいリズムいいところが出たんですけど、3セット目以降攻撃が甘くなったりとか連携のミスだったりで相手に生き返るチャンスを与えてしまったところがリーグの反省でもあった中で今日も出てしまったっていうところがまだまだ課題だなと思います。今日は B リーグで出場機会の少なかった選手も多く出場しました。宮下選手が思う今日のキープレイヤー1人でも2人でもいいので、教えてください。個人的にはやっぱ小野寺選手が2枚替えで結構苦しい場面で入って思い切ったトスワークがすごい印象的で、一押しは永瀬選手とのコンビは今日はピカイチだったかなと思います。はい、今日後半戦風選手のブロックも光りました。宮下選手が見て風選手のプレーどうでしたか。本人すごく緊張してたと思うんですけど、もう一本に対して自分ができることを精一杯頑張ってたところは良かったなと思います。はい、では明日姫路戦、リーグ最後の試合負けています。チーム全体としての意気込みを教えてください。前回自分たちがやりたいことを全くやらせてもらえずに負けてしまっているので、もう一回自分たちがやるべきことをしっかり確認して明日も一本一本に高い集中を持って全員で頑張りたいと思います。 V カップ優勝を目指して頑張ります。明日も応援よろしくお願いします。頑張ります。